はい、大日曜理嬢さんの紅白2歳メスでサイズが55センチです。はい、お願いします。はい、新潟大日曜理嬢さんの紅白です。2歳です。今年の、春、まあ、5月から6月ぐらいでまるっと、3年になるんですかね。だから間もなく明け3歳になるわけですね。秋には今現在55センチの鯉なんですけども、大きな野池、山の池でですね、悠々と泳ぎ、たくさん餌を食べ、60センチを超え、一回りも二回りも大きくなり、体も太り、大人になってくるんじゃないでしょうか。こちらの鯉はですね、新潟の成田予言の、所有している野池の方、交代池ですね、の方に放流します。本日5月の、12日の日曜日に撮影しております。非常に今週天気もよく気温も上がっておりますので、今週の水木金曜日あたりに放流をしようと思っておりますので、ライブ鯉が始まるこの金曜日からにはですね、放流済みという形になってしまいますので、野池放流済み秋にお渡しするという形で、出品させていただきたいと思っております。まあ、1週間遅らせようかなと思ったんですけども、今日も29度、名古屋で29度あります。非常にもう暑いです。新潟の方もですね、野池の方も水温上がっておりますので、もうすぐ離せるということで、すぐ持っていこうかなと思っております。もう餌もしっかり止めて消毒をして、一番のツヤも照りもない、痩せてしまう時期なんですけども、この鯉見てください。身幅もありですね、この背中幅もあり、後日までしっかり肉が入っております。本当にですね、痩せてしまう鯉っていうのはげっそりしちゃうんですけど、やっぱりもうこの骨格がいい鯉は痩せてもですね、痩せた感がしない、そんなイメージの感じがします。非常にこの顔も尖ってなく四角い顔で、全く仕上げてないのにこの紅の照り、これはやっぱり鯉の持っている本来の素質なのかなと思いますよ。はい、横です。はい、はい、お腹ですね。はい、じゃあ間もなく野池に放し、悠々と泳ぎ、まあ、今年の天候の加減もあるかと思いますが、このまま大きくなってくれば素晴らしい鯉なんじゃないでしょうか。今回はライブ鯉11周年記念ということで、まあ、記念の時はいつもですね、数は少ないんですけども、将来有望な鯉を出しております。今回この2匹となりますが、成田予言の野池秋までお預かりさせていただきますので、ご検討よろしくお願いします。はい、最後じゃあ真ん中いきますね。はい、はい、いつも春の、ライブ鯉11周年、記念は成田予言からは、野池預かり込みの鯉をお届けしてますが、今回は大日さんの紅白2匹です。ぜひよろしくお願いいたします。